これもめっちゃ丁寧に食わせますよいしょ。今回あのハボックシリーズのビアコがプロガイドスペシャルカラーということで、僕は2色作らせていただいたんですけど、1色はグリーンパンプキンにブルーの パールっていうかな、ブルーとグリーンパンプキンのツートンカラーですね。でこのツートンカラーはもう色覚変化がしっかり出るアピールできるカラーになってます。でこちらがスカッパノンのブルーフレークですね。でスカッパノン、もともとスカッパノンってすごい、まあ、のビアコで重宝するカラーなんですけど、それをもう一つアピール力をプラスしたいということでブルーフレークをプラスしたカラーになってます。まあ赤ラメだったりとか青ラメだったりとか、まあ、いろんなラメあるんですけど、どうしても青ラメの実績が僕の中で多かったっていうことで、どちらもブルーフレークが入ってるあのカラーに仕上がってしまったって感じですね。好きなものをチョイスしてたらこのカラーになったって感じですね。食いましたよ。めっちゃ丁寧にやってたよ。食いました。よいしょ。あとブレイクのところですね。よいしょ。今みたいにこう軽くテンションかけて張って緩めて張って緩めてやるとこう動いてくれるんですよね。ここを軸にこういう風に動いてくれるんで、でこう動くことによって、これ今あのスペシャルカラーで作ったカラーなんですけど、ツートンになってるんですよ、裏と表とカラーが。で裏と表とカラーが違うんで、こう動いた時にあのカラーのトーンが変わるんで、それもまた一つの食わせるきっかけにもなるんですよね。食わせるきっかけにもなるし、アピールもすごいしてくれるっていう。ハードボトム、濁った水とこのローライトな感じがこのスカッパノンブルーフレークがベストマッチしてるって感じですね。サイズアップ。今回のあのビアコプロガイドスペシャルカラーなんですけど、2タイプ、ピットボスとあとデビルスピアと2つのボディシェイプでそれぞれ2色ずつあのアイデアを出させてもらったんですけど、それぞれに特徴があって、ピットボスはどちらかというとこうホール中のこのテールのアクションを活かしたい時と、あとジグなんかの水押しを強くしたい、ここの部分がこうしっかりと水をこう動かした時に押してくれるので、そういう使い方をする時にはピットボスで、デビルスピアの特徴としてはすごいすり抜け性能がいいんですよね。なんでこういうヘビーテキサスで、今日なんかだとちょっとシャローの、フローティングマットをやったりとかしてたんですけど、そういうフローティングマットなんかでもこういうテールものにはだとどうしてもテールが絡んでしまったりとか、そういうトラブルがあるんですけど、デビルスピアの方だとすり抜けが しっかりと落ちていって、ちゃんとバスのいるポジションまでルアーを送り届けやすいっていう
メリットがあるので、でフローティングマットだけじゃなくて夏場のヘビーテキサスやる沖のカナダモンだったりとか、そういうシチュエーションでも重宝する具合になってます。まあ、そういう風で、あのすり抜け性能のデビルスピアと、あとはアピール力重視のピットボスっていう風で使い分けてます。はい、関根でございます。大好評のハボックシリーズなんですけども、そのハボックシリーズの中でも、今回2アイテムをですね、琵琶湖プロガイド、スペシャルカラーをちょっと作っていました。まずですね、作った2アイテムなんですけども、皆さんご存知のピットボスですね。すでに使われた方も多いんじゃないかなと思うんですけども、テキサスリグに使ってもよし、リアクションラバージグのトレーラーとしても使ってもよしと、結構ねマルチに使える、ね、ホークタイプじゃないかなと思うんですけども、まあ、こちらのピットボスと、あとはこちらのですね、非常にすり抜けがいいと好評いただいておりますデビルスピアですね。夏場の結構重ためのテキサスリグとかなんかに僕とか使うんですけど、いずれもですね、僕の長いあのプロガイド経験の中から、まあ、琵琶湖においてこのカラーはちょっと必要だなっていうカラー2色なんですけども、まずこちらのスカッパなんですね。琵琶湖においてはもうグリパンに並んで定番のカラーだと思うんですけども、まあ比較的コンディションに問わずですね、ローライトだろうがハイライトだろうが風が吹こうがなぎだろうが、水の色がちょっと悪かろうが澄んでようが結構出番が多いカラーなんですけども、まあ特に春からね夏にかけてまあ、定番カラーなんですけども、まあ、その時期にまあ来られて、まあ、ちょっと迷ってしまった時、カラーのどうしようかなっていう時はまずこのスカッパのからねスタートしてもらったらいいんじゃないかなと思います。あともう一色の方なんですけども、まあベーシックなグリーンパンプキンベースではあるんですけども、こちらにですねグリーンのラメとパープルのラメを入れている、こちらの方、グリーンパンプキンキャンディーマジックなんですが、僕の中では、このカラーはですねブルーギルを捕食しているときに非常に強いカラーですね。まあ、具体的にはまあやはり夏場が特におすすめなんですが、リアクションねラバージグのトレーラーとして特に出番が多いカラーですね。まあまあアメリカンな雰囲気だけど動きはものすごい繊細な、巻くときはこいつが邪魔になっちゃうんでちょっとカットしちゃう。今回この2色に関してはもうズバリリアクションと植生です。最初に投げるものはどっちかというと植生に訴えるようなカラーを選ぶことが多いですね。インパクトの強いものをスポットに入れちゃうと、例えばそのスポットにこう複数バスがいた場合、そのうちの1本
だけというか全部にアピールしたうちの1本だけ釣っちゃうと他のバスを取りこぼしちゃうことが結構あると思うんですけど、よく釣れたバスの周りにバスがついてきちゃうみたいな。だからなるべく1本ずつ1本ずつ誘って食わして釣り上げるみたいな、その作業をやるにはあんまりインパクトの強いルアーとか、まあカラーも当然選ぶよりは先にその食性に訴えるようなカラーを選んでいくことが多いんですけど、今回僕が提案させてもらった、ハボックのピットボスとデビルスピアのカラーはこの2色になります。まあ、ざっくり言っちゃえば黒と、まあ、グリパンっていう感じなんですけどね、まあ、グリパンはちょっとピンクとのツートンになるんですけど、使い方というよりは使うどういうイメージで使うかっていうところでカラー分けしてきたっていう感じなんですけど、これは僕の場合です。ざっくり言います。黒はリアクションです。でグリパンは、まあ、いわゆる植生というやつですね。だから水の色に合わせるとか合わせないとか、例えば春はこのカラーがいいとか夏はこのカラーがいいとかっていう、枠にはちょっとはまってない感じ。まあオールシーズン、ちょっとリアクションをかけてみようとか、ここは餌が多いなとかっていう感覚の中でそれぞれで使い分けてってもらったらいい感じなんですけどね。主にこれザリガニというよりはエビ系ですね。手長エビだとかそういうエビ系なんですけど、そのエビの中でも弱いものっていうのはその体の中が透けてる、だからバスにとって捕食しやすい弱いものっていうのは必ずその体が透けて見えてるっていうことを僕はちょっとこのカラーで表現したかった感じです。でまあこれはもう人間の目線なんですけど、もうこのグリパンっていうのはもう保護色ですよね。ボトムにあったようなカラーで、逆にこっちのピンク、こっちはそのさらに弱い部分を表現したかった感じです。ジグにセットする時なんかは、まあフットボールの場合なんかはボトムの姿勢がものすごく安定しているので、僕はこれ逆にこういう感じでセットすることはまずないです。必ず背中とお腹のイメージで使って、アクションした時に弱い部分がチラッと見えるみたいな、そんな感じでちょっとリアルさを表現してみた感じです。まあこれちょっと今デビルスピア手に持ってるんですけど、これ実はすごく分かりにくいんですけど、ブラックとスモークのツートンです。でこれなんでかっていうと、さっきのこのグリパンの方でも言ったんですけど、光に透かす通すと透けるカラー、リアクションと言いながらも若干そのやっぱり餌、そのバスにとってのベイトを表現したかったので、食べやすいベイト、こうした時にテールの部分が透けてる、なんかやっぱ青ラメ、パープルっていうのはどうしてもなんか自分の中では今までその経験の中ではものすごく自信が持てるカラーだったので、今回はラメを配色してみました。まあ、バス釣ろうと思ったらその正直な話カラーよりもねもっと先に考えて合わせていかなきゃいけないものがたくさんあると思うんで、まあいろんな説があったりなかったりしてるんで、僕個人的には一番釣れる色は何かとよくお客さんにも聞かれるんですけど、間違いなく一つ言えることは一番釣れると思って投げるカラーが一番釣れると思うので、そのどういうイメージを持ってこのカラーを選んだかっていうことを考えてもらうと、でその結果魚が釣れてくると自分の一番
信用できるカラーができるんじゃないかなと思うので、それぞれ自分のイメージに合ったカラーを使ってみてください。